手鏡による合わせ鏡合わせ鏡をする明治の女性合わせ鏡とは2枚の鏡を合わせることである。鏡は自分の姿を映すために使われるが、その原理上、正面しか映らない。しかし、自分の背中を見たい場合がある。そういう時は背面に鏡を一つ設置、そこに背中を映して、正面の鏡で背中側の鏡に映った像を見ることができる。 これが合わせ鏡である。しかし、この時鏡に映った鏡の中に鏡が映り、その中にまた鏡が映るという具合に鏡の中は途方もない広がりを見せる。理論的には正面から向かい合わせれば両側の鏡にそれぞれ無限の枚数の鏡が映ることになろう。正面から向かい合わせなくてもその角度に応じて何回かの映り込みはあるし、 複数枚数の鏡を向き合わせれば、より複雑な映り込みの連鎖ができる。万華鏡は、このようにして作られる。部屋などを広く見せたりするための表現技法として、しばしば使われることがあり、模型での使用例に、アメリカの著名モデラーのジョン・アレンの鉄道レイアウト、Go&Defeated ィィには、世界最大の屋内駐車場と地下鉄の駅を無数の自動車が並ぶ。 駐車場や闇の向こうにカーブして消えていく地下鉄線路とホームに見せているというものがあった。合わせ鏡の像は無限に続いていると評されることがある。しかし実際には有限個の像しか見ることはできない。その理由は効果が大きい順に以下のようなものがある。合わせ鏡は特殊相対性理論の思考実験に使われる。合わせ鏡の間を反射する光を利用して 時間を計測する光時計を使って速度による時間の遅れを説明できる。合わせ鏡を作り呪文を唱えると悪魔が現れる。過去、未来が見えるといった都市伝説を持つ。ありがとうございます。